ラモス類はもう鉄板ですか。たくさんいい選手中盤にいるけど、やっぱラモスさんは外せないんですよね僕の中で、ね。ラモスさんと喧嘩したことあります。え？喧嘩。試合中に。喧嘩。あの言い返せるような優勝できた頃はもういいうるせくないラモス。あ、言ってたんですか。黙ってるから言うかも。マ、ま、ジで。<laughs> それすごいちっちゃい声で言ってないか。五、ね、年かかりましたから。<laughs> それ言えるまで。ちっちゃい子じゃない。言って聞こえるように言ってます。言ってる。ラモスさんは実は言われたい人なんです。はいはい。に哲次と岸野さんっていうあのあの人だけが言い返せる人だったんだけど、みんな言われちゃうと黙っちゃうじゃないですか。黙れ黙られちゃうとラマスさんってあの困っちゃう人なんです。こうやってやりたいタイプ。完全に。だかそれを気づいてから言えるのに、うっせえラマスさんは。それで気づくまで五年。そうそれ取るやつだみたいな。 車選ぶのは早いのに、これ気づくのは五年間。怖いもんだって、<laughs> どんだけ怖いか知ってますか?。いやいや、ちょっと、あ、多分皆さん。ずんが、ずんが、ずんがやってるか、多分ずんがもそうだろうけど。はい、やばいぐらいなんですよ。サッカーやってる時でしょサッカーやってる時、練習中とかに、まあ、その。 積極的なミスはどうでもいいんだけど、うん、ビビったりとか自分の力発揮できてない,てい精神的に弱い選手に対しては本当に厳しく当たって強くさせるっていう愛がある人だからいきなり僕ドリブル中にボールも「<laughs> お前もサッカーやるんじゃないよ」ってテニスコートのボール蹴られたりとかトリ行くのみんなシーンとして俺オーバーラップ左サイドこ上がるじゃないですか。 こう、スタートが早いっつて、スペースが生まれ、詰まっちゃうぐら、うん、ここ出されたことありますか。か<ぁ>後ろにこう、<laughs> なるほど、わざと。そんなことがあったりとか。いや、もう。すごいですよ。何しろ、怖いから、どうか、も練習終わったら、行くぞ、焼りにいくよと思って。絶対に主人格なんだろう、この人。<laughs> 当時は思ってた、本当に思ってた。なんか、いや、ちょっと嫌になる、る最初は嫌になることなかったですか。 でもんかね本当にその怖いんだけどこの人は俺のために言ってくれてるなっていうのは感じるようないいす言い方なんですよ嘘じゃなくて津波さんがだからもうしっかり昭和の男ですからいやそうですねで俺本当に家でお袋とまだ住んでたんですけどおふに「やさんマジ怖いんだよ」とかって泣きですかたら「そらマスさんの方が正しいこと言ってるんでしょ」っつってあんたかぶっらもう 津波はいい選手でものすごい才能あったけどやっぱり精神的に弱いからちょっとこうたわしで削ったみたいなそういうあえて厳しくしてっていう言い方をしてくれました津波さん自分自身は精神的にその弱さとか脆さとか持ってるタイプだと思ってます思ってる僕初めて津波さんと接した時はもうそんなもうみじんもいやいやもう弱ったよ あそうなんです。じゃあ打たれ強くなったって。間違いだから恩人だもん。サラモスさんのあれが大きいか恩人だからもう入れちゃう。絶対にもラモスさんがいなかったりまああそこまで僕は代表としてもよくなんかあの成長できてなかったら分かってるから。すごいなその関係。ラモスさんのミスも津波さんのミスみたいになってましたもんね。そう全然津波が全然走れないからだよみたいな感じになってましたね。全然大丈夫。それそれそれ。そういうのいっぱいありそうですよね。そうですあるもん。自分のミスを絶対人のせいにするから。 <laughs> するけど <laughs> でも人のミスで本当に失点になりそうだったらもう全員を生越してまでてま全で帰ってくるねあのサッカーのなんか極め方すごいなと思って危ないと思って本当にそれ行くし確かに津波さんラモスさんが来日してからもうずっと一緒にやってるじゃないですかはいだからいろんなポジションで見てるじゃないですかうんとセンターフォワードをトップしたボランチさんどこが一番適正ポジションになっうます,<ー>すよあの人リベロ 今の特にサッカーの中で、リベラやったら、め、ハマりそうです、ね。いや、もう練習で結構リベラやって、うん、あの、ベルディ当時こ。夕方が、あの、サテライトの選手とユース入れて、はい、ゲームやとかや、はい、それで、必ずリベラあるんですけど。ん絶対手配なるったです。んラモスのやると。本当にうまい。で、スルスルって、ほら、ドリブルで、はいくじゃん。たまんないぐらい。あれ、早いんでしょう、ラモス。スピードもあるんですよね。もともと。速いし、こう、なんかコース通りをこう、騙すような感じで、来るから。こっちなのかなって思って、間に、こうやって、間、いっちゃうみたい。 あ、じゃ、なんか、あの、喧嘩、喧嘩というかし。なんだ、カードもらうような時、あったじゃないですか、ちょっとラマスの事件的な、あ、あそこも一緒だったんですか。全部一緒ですよ。もう、ずっと。暑くなっても、高回転型だから、一回、こう、レッドゾーン入っちゃうと止まんないですよ。<laughs> 後で、急に、と、こう、反省はするんで。<laughs> あれ、本当に、何、追っかけ回しちゃったの。 っかけもしたぶん西側から相手を追っかけまして西側からほら下降りるじゃないですか通路あそこまで行っちゃったんですあそこまで行ってもう一人一緒にブラジルから来たあの元祖っていう友達とも一緒に追っかけちゃってそれはですね。逃げた人はまだピッチに本当はいるはずの人も逃げた怖いからそっち逃げた佐々木さんやられて怖いから逃げちゃって「えっ!」っつって逃げながらそれ追っかけちゃったんでそれはなりますねはい。ででで一年年年したけど、二二す。 刺激哈